はいどうも、TTです。引き続きドラゴンクエスト10オフライン続けていこうと思います。で、今回は進めていこうと思います。ベリナードの話。樹齢と上層を抜けてキュララな海岸から海を渡り、さらに北に進んだところにあるベリナード城下町では、女王と王子の仲がうまくいってないと噂になっているようだ。ということで、親子喧嘩ですね、多分。入ってってみましょう。町はね、結構探索しました。城にはまだ入ってません。宝箱、小さなメダル来い。小さなメダル来い。でも、今回の小さなメダル、なんかそんな、どうしても欲しいかって言われるほどじゃないよね。なんかメタル、なんか、はぐれメタル、だからメタルキングの盾みたいな、あ、鎧とかあればね、欲しかったけど。なんで？へぇ、旅の記念にぜひ聞いていくがよい。ぜひぜひ。どこで聞けるんですか。あ、広場だ。え、ジョーが、あ、そんなとこから歌ってくれるの。え、こいつら仲悪いんでしょ。これ左側が息子か、これが息子か。かっこいい髪してんの。え、これは王様なのか、それとも全然関係ないなんか大臣みたいなやつかな。海に生まれ海に生きる、それが我らウェディの民。歌っぽくねえな。海に生まれ海に生きる、母なる海に祈りを捧げ、我らは求める神の恵み。歌っぽくねえな。大いなる海の神よ、我らの命、我らの思い、守りたまえ、清めたまえ。なんか詩っぽいね。どういう、歌ってほしいわ。でボイス入ったらあれかな、 YouTube NG になっちゃうかな。なんか降ってきてるよ。すごっ。なんか昔マカオでなんか水を使ったショーを見に行ったことがあるんだけど、ステージこんなんだったら、真ん中があって真ん中に水溜まってて、なんか一瞬にして水があったりなかったりするんだよね。あの歌は恵みの歌と言ってな、この辺りの水という水に聖なる加護を与えてくれるありがたいものなんだよ。ちょうだいその水。ディオーレ様は相変わらず氷のような冷たいお顔をしておられる。悪口。いきなり悪口。水になんかご加護くれてんのに。つまり王子がいてな、二人の仲がうまくいってないという噂がある。言ってましたね。国じゃ女が王位を継ぐのが習わしになって。いろいろあるんだろうさ。あ、男の子だからってことか。旅のものに言うことじゃなかったな、今のは忘れてくれ。そっか、男の子だから王位継げないから揉めてるみたいな感じだから。え、もうすぐ私の時代が来るわ。どういうこと、娘なの。あ、大丈夫ですか。何これ、何見せられてんの。何見てんの今。どういうこと、あいつは何なの、あいつ仲間になるのかな。でももう種族一人ずつぐらい仲間になったからな。城の中か。よし行こう。お、クエスト受けるだけ受けとくかな。ルブーチ。僕たち城の医師はウェーナ諸島の治安を守るのが役目。けど怪我で戦えなくなって以来、僕の任務は城内の警備だけさ。君はなかなか腕の立つ旅人のようだね。ぜひ頼みたいことがあるんだ。お世話になった人に花を捧げに行きたくてさ。その人が好きだと言っていた花、潮の花を取ってきてほしいんだ。そういうのは自分で取りに行って意味があるんじゃない、プレゼントというものは。潮の花はベリナード領西の水玉ドラゴンを倒すということですよ。薄紫色の綺麗な花さ、お願いできるかな。まあちょっと後だな。そっか残念。でも僕はずっと待っているから、気が向いたらまた来てくれると嬉しいな。後でね。うわ、めっちゃ部屋あるじゃん。めっちゃここも後々行きたいね。
とりあえず王様のマップが分かりづらいな。こっちでいいのかな。知識の間で、さらに上行けばいいのか。本がある。レシピをくれ、レシピをくれ、レシピをくれ、レシピをくれ。で、おっと、2匹のハマヌ、ハヌマーン、ハマヌーンってお笑い芸人か。ハヌマーンというレシピブック。お、ハヌマーンペアコインのレシピ。よしよし、なんせレシピ、うわめっちゃある。マジか、あとだなもう。全部は探してられんぞ今。いや広いなこの城も。あ、ここ歌ってたところだ。貝殻になってんだ。そうで、マカオの続きしていい？こういう感じになってて、まあこんな広いわけじゃないけどね。普通に建物の中だからあれだけど、普通になんか水なくて歩いてるなーと思って、上になんかちょっと気をそらされて、なんか逃げたりして、なんかはしごみたいな登ってったら、ほんとちょっとした瞬間に飛び降りて、えーってなったら下に水ザッパーン、おーっていうショー、めっちゃ面白かったな。めっちゃ面白かったんだけど、そのショー、あのまあそういうショーだから撮影禁止ってなってんのに、一緒に行った子がこっそり撮影しようとして、やめろってっていうので忙しかったわ。ほんとそういうのやめてほしいよね。マナー守ってほしい。いや撮ったらダメかどうか分からんけど、多分撮ったらダメでしょうよ。てか俺どこ行くの、王様どこにいんの。王様じゃないわ、女王様と旅の者よ。この城を訪れたならば、何を言ってもまずは女王ディオーレ様にご挨拶に行かなくてはならんぞ。行きたいのよ。この先の階段を上り、中央の部屋の奥の階段を上ればすぐに女王の、この階段を上り、中央の階段を上ればこれだよね。え？したらすぐ女王の間だ。あった？女王の間なんて。こっちか。おい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 、こっちかよ。さあ、なぜ禁断の地の存在を僕に教えてくれなかったのですか。禁断の地、必要がない。僕はこの国の王子、国のすべてを知っている必要があります。知れば理解したと考えるか、それが浅はかだというのだ。なんかこのドラクエの世界のさ、王様とかお姫様ってちょっと個性強くない？まあでもそういうことじゃなかったら普通はやっていけないのか。知ることができなければ浅はかかどうかを判断することもできないでしょう。禁断の地のことを僕に教えてください。よくアニメとかに出てくるのは、なんかみんなに慕われてるいい王様、いいお姫様、お姫様のお妃様みたいなのあるけど、実際こんぐらいやっぱでも頑固っていうか強くないと国守ることはできなさそうだよね。必要ないと言った。まあ落ち着いて。なだめる係だな。もう子供ではない、いろいろと考えてるのだよディオーレ。だからそのふ、勝手に入ってすいません。旅の人のようだな。そうです、僕の名はオーディス。かっこいいな、オーディス。このベリナード王国の王子だ。オーディス、名前もかっこいいじゃん。君は一人前の証を得て旅をしているんじゃないか。そうです、キーエンブレム持ってます。いや持ってないっす。って言ったらどうなるかな。見たい見たい、いい絵が見たい。これは僕にとって重要なことなんだ。君が一人前の証を持っているなら正直にそう答えてくれないか。めっちゃ悪いやつじゃん俺。俺めっちゃ嫌なやつみたく言わないでもらえる。いや確かにちょっと見たいがために嘘ついたよ。嘘ついたけどさ、そんななんかいいやつ的な感じで詰められたらすげえ悪い気しちゃうじゃん。やめて。やはりそうか。彼女の言うことがまた当たった。彼女、この後城内にある調査団の詰め所まで足を運んでくれないだろうか。了解です。場所は城の者に聞けばすぐわかる。よろしく頼む。オッケー、調査団か。なんか進撃の巨人見たくなってきたな。こんにちは、お邪魔します。旅の者よ、
ちらにおわすのがベリナード王国を治める女王ディオーレ様だ。ディオーレ様。ちなみにわしはその旦那だ。旦那なんだ。メルコと呼んでくれ。よろしくな。旦那フランクだね。王様の方が好かれそうだね、みんなに。わらわは恵みの歌を覚え疲れておるのだ。まあ歌ったらな。旅のものと話すことなどない。引き取るがいい。命を死ねっつってんの。ひどいね。すまんな旅のものよ。そういうわけなのだ。メルーコ、もうちょっとなんとかして。女王と王子の仲がこじれていてな。いや困ったものなのだよ。いやそうかもしれんけどさ、王立調査団に入り浸りでわしの話を聞こうともせぬし。おお、そうだ、よければ王立調査団のところに行き王子の話し相手になってやってくれんか。旅の者の話を聞くのも良い勉強だ。聞いてくれるかな。あ、まあ、でも呼ばれてるぐらいだから聞いてくれるか、話は。俺悪いけどもう一回入るよ。もう一回入るよ。奥の部屋気になるし、奥の部屋行きたいし俺。そなたは先ほどの旅の者か。そうです、迷子です。すげえ、ちゃんとここもボイスあるんだね。王子ならば城の2階にある王立調査団の詰め所へ行っているはず。よければ話し相手になってやってくれ。俺みたいな2階来るやつ見越してるもんな。ちゃんとボイスあるってことは結構な確率いるんだろうな。困っているようならそなたの力を貸してやってほしい。すまんが頼んだぞ、旅の者よ。そっか、結局追い出されるのか。で、調査団の部屋に行くと。調査団の部屋は多分ここのいっぱいあったとこだよな。どこだ？調査団。はい、左ね。ここ？ここだね。こんにちは。来たよ。王子様。なんか画面ちょっとボケてる。永遠の水について新たに分かったことはなかったか。永遠の水？永遠の水？はい、オーディス王子。お役に立てず申し訳ありません。君が気に病む必要はない。僕の個人的な依頼に応じてくれて感謝しているよ、キンラー調査員。来てくれたか、旅の人。さあ、こちらへ。はい。調査室。え、これ調査兵団？うん、兵団だっけ？調査団。なるほど。の部屋で、これベッド2個しか、2人しかいないの、調査団。あ、こいつら2人？村の出身なんだな。残念ながら僕は行ったことがないが、良いところだと聞いている。いいとこですよ、山の中の。いやいや、あなたはもしやあの時の。え？あ、キンナ調査員。ああ。いつぞやの知恵の眠る遺跡では大変お世話になりました。うん、ふわふわ覚えてる、ふわふわ。はっきりとは覚えてないけど、ふわふわ覚えてるわ、キンナ調査員。二人は知り合いだったのか。言ってやって言ってやって、あんま覚えてないけど。説明しましょう。あ、はい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 。今思い出した。回ってたわ。冷凍での遺跡調査を手伝っていただいたのです。この方は頼りになる方。王子の力にもなっていただけること間違いなし。どうですか王子。それはありがたい。キーエンブレムください。では王子。別件の調査に戻りますので、私はこれにて失礼いたします。こいつの頭もうセルじゃない、これ。キンナー調査員のさ、頭もうセルの頭じゃないこれ、絶対に。ああ、完全体セルの。まあ完全体じゃなくてもこんな頭か。また何かあったら声をかけよう。かしこまりました。ほらもうセルじゃん、あんなの。頭が弱点かな。理由がある。まずは彼女を紹介しよう。キャスランだ。キャスラン、はい。はじめまして。旅の占い師をしております。占い師なんだ。王子様のお役に立てとの占いに従いこの城へ参りましたの。なんか占い師みたいなのもよく出てくるね。予知者とか。素晴らしい。すでに2つの事実を言い当てている。1つは君のことだ。かっこいい男が来るって。バレてた？アクアの城に一人前の証を持つ旅人現る。
頭にスライムつけてるやつ。王子はそのものと共に目的を果たさん。王子様の見立てに間違いないでしょう。この方は大きな力となってくれると私も思いますわ。キャスランはもう一つの占いで禁断の地として隠されていた永遠の地下迷宮の存在を教えてくれた。いや、永遠の地下迷宮にはいかんよ。永遠に続くんでしょう。それもラスボスがいるところよ。そしてその永遠の地下迷宮には驚くべきものが隠されていたんだ。永遠なのに口で説明するよりも君にもその目で見てもらいたい。永遠の地下迷宮まで来てくれないか。すげえ軽く言うじゃん。永遠の地下迷宮はこのベリナード城を北に行った場所にあるんだ。詳しいことは調査員に聞くといい。すぐ調査員に聞けっていうの。僕はキャスランと共に先に永遠の地下迷宮へと向かっている。必ず来てくれ。だから連れてけって。わざわざ場所をさ聞いてこいじゃなくてさ、一緒に行こうよ。よし、プラチナのやりゲット。ナッセルいっぱいいるぞ。まあじゃあ行くか。前回ね、あのコメントのおかげでスキルパネルにあの銅を設置してからめちゃめちゃ強くなった感あるから、もう負けないと思うんだよな。前回も結構余裕だったからサクサクいけるはず。じゃあどうする、カットしちゃうか。そこまでカットしちゃうか。喋りながら行っちゃうか。これこって、あ、ドルボードには乗れねえんだ。結構街広いから乗りてんだけどな。まあでもいっか、は初マップだし喋りながら見るか。あ、これ出れない。え、え、出れないの。ビリナード領南行きの渡し船。あ、ちょっと待って、北行きたいんだけど。北、こっち北。あ、こっち側が北で右が南なんだ。分かりづれよ。分かりやすく、まあだから勝手に入れないってことか。さあどんなとこだ。北、初めての場所に降り立つね。お待たせしました、ベリナード領北に到着しましたぜ。では足はこれにて失礼。永遠の地下迷宮はそっか。お前どこにでもいいんだな。よし、まあそんな遠くなさそうだね。これ乗ってったら結構早いからサクサクいけそう。そうだ、そういえばもうね、アイテムブ、あのアイテム何、道具袋がいっぱいで、もう所持品数が100分の100個で持てないんだよね。これも確かにもうそろそろでかくしたい。なんかあったっけ、でかくするやつ。クエストで装備袋じゃなくて道具、あ、これか。ジュレットの町のトートの元に戻ろう。あ、チャーロンに届けたな。そういえば使うもの所持数が増える。あ、これもういけるか。まあここ行ってから行くか。器用さがあると回収の時間が、呪文の暴走する確率、敵の不意をつく確率が上がる。そうなんだ。じゃあ器用さはやっぱ重要だな。会心、うん、この広いとこ何。うわー、壺か。絶対小さなメダルとかあるかな。絶対なのか、あるかなってちょっと日本語おかしいよね。そういえばなんか流行語大賞がどうたらこうたらって見たけど、決まったのかな流行語大賞。なんかノミネートのやつは見たんだけど、あれって何日間ぐらいかかるんだろうな。で、あれ誰が決めんだろうね。俺に決めさせてほしいな。候補ねえけど。うわ、何何この部屋、釣りがいっぱいできるぞ。え、早かったな。そうでしょ、すぐ来たもん。この扉の鍵は僕が持っている。この鍵を見つけたのもキャスランの占いのおかげなんだ。いやいや、待て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 、そこも占いで見つかるの。ちょっとうさんくさくなってきたぞ、おい。裏切り者のパターン
作るんじゃねえか。でもな、こういうキャラで裏切り者のパターンあんのかな。よし、入ってくる。行くか。お、え、味方か敵か。魔女みたい。魔女ってか、この女性を、彼女は死んでいるわけじゃない。浮いてるよ。この水は永遠の水というものだ。あ、調査の結果、中に入ったものの時の流れを止めてしまう力があると分かった。それで永遠のってこと？つまり彼女は囚われているんだ。生きたままこの水の柱の中に。冷たいんかな。この女性の存在を隠すためにここは禁断の地とされたのでしょう。私の占いによればこの女性は高貴な血を持つお方と出ています。おそらくはベリナード王家の。本当にキャスラン、こいつを助けたことによっていきなり敵で、よくぞやったぞお前らみたいなさ、私の話にまんまと引っかかりおってみたいなこと急に言ってこない？きっと何かの事件に巻き込まれこのような目に。おいたわしや。おいたわしや。その占いを聞いて城の中を調べさせたら、いつ書かれたのかもわからない古い書物が見つかった。うん。そこには一人の王女が行方知れずになったと書かれていたよ。とても偶然とは思えない。なんで歴代の中でこいつだけが閉じ込められるの？彼女は我が王家の一族なんだ。だから僕は彼女を助けようと思う。大丈夫、そんな勝手なことして。だがこの永遠の水を何とかしない限り彼女に近づくことすらできないんだ。占いが示した君がここに来れば何かが起こるかもしれないと思ったが、残念ながら何も起こらないようだな。俺が悪いみたいな言い方やめてもらえます？なんか期待してたのにみたいな。王子様、今こそ新たな占いをしてみましょう。ほう、そうだな。今はどんなことでも手がかりが欲しい。やってみてくれるか、キャスラ。大丈夫？では早速。俺お前信用してねえからな、キャスラン。やばい、俺信用できるかもしれない、キャスランのこと。あ、悪いやつじゃねえわこいつ。占いたーまえ、ひらめきたーまえ。絶対悪いやつじゃないこいつは。信用しよう。あー、うん、悪いやつじゃないね。出ましたわ。どうなりました？王家の者の歌う刹那の歌が眠った時を目覚めさせるだろう。王家の者、刹那の歌。これでもお母さんしか歌えないんでしょ？刹那の歌と恵みの歌と同じようなものなのか。歌のことなら母上が何かを知っているかもしれないな。僕は母上のところに行ってくる。刹那の歌のことを聞き出してこよう。いやいや、え、俺は？俺どこ行くの？王子、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 王子。いやいやいや、ついてくの？大丈夫かな。まあでもあいつ悪いやつじゃないっていう判定出たからな、俺の中で。え、あれ、こっちの先のその永遠の牢獄は行かなくていいのか。まあとりあえずじゃあ帰ろう、リリミと。戻ればいいってことだもんな。はい。いや、リレミトとルーラってマジで便利なさ、魔法だよね。よし、すぐ戻れるし。てか
モンスター図鑑みたいなのあったっけ。俺全然モンスター戦ってないけど、逃げてばっかで、もうレベルある程度上げちゃったからさ、なんかちょっと強くなりすぎちゃったっていうの、やっぱ最強みたいな、まあボコボコにやられてあれだけど、あんまりね強くなりすぎてもどうかなっていうのもあったんだけど、ボス結局どんなに強くなっても倒せなかったからな。ボス、うん、あいつクアバルナ、クアバルナね、俺の最大のライバルクアバルナで、戻ったらちょうど聞いてるところって感じかな。ういー、こっちだね。どう、聞けた？聞けないでしょ。刹那の歌のことを教えてください。なぜお前が刹那の歌の存在を知っている？やはり母上も禁断の地に囚われた女性が刹那の歌で救えることを知っているのですね。お、刹那の歌は我が王家に伝わる歌、千年の間歌うことを禁じられた歌だ。禁じられた歌をさ、なんで伝えるんだろうね、禁じてるのに。王家の者としてわらわはその禁を破るわけにはいかぬ。ごめんなさい、イスキーキー言っちゃって。我が王家に連なる者なのでしょう。彼女は永遠の水の中で今も生きています。このまま見殺しにするおつもりですか？死ぬの？確かにあの娘は王家の血を引く者だが、永遠の水から解き放つことはまかりならぬ。二人ともそんな怖い顔はやめて、もっと朗らかに行こうじゃないか、うん、なあオーディス、お前ももう大人なんだ、少しは棒をわきまえるということを覚え。親子で仲が悪いっていうか。あなたが甘やかすからオーディスが調子に乗るのです、うん、メルーコーが甘やかすからこの人調子に乗るんじゃない。一見のものが来ておるようですな。待たせてはいけません。一見はせぬ、引き取らせよ。でもさ、女王、毎回すまんな、旅のものよ。謁見はまた後日ということで。女の人一族が代々王族をやるとなしたら、メルーコはどっかから嫁いできたっていうか、もともとなんか旅人なのか道具屋なのか分からんけど、そういう感じの人だったってことだよね、多分ね。だからこうやって頭上がんないってことだもんね。そなたは王子に力を貸しているのだ。何もしてないけどね。王子ならまた調査団の詰め所にこもっているだろう。様子を見てやってはくれないか。うんじゃないのよ、うんじゃなくてさ、まあ、もう一回行けばいいの、調査兵団行けばいいの。行き過ぎた、ここね、扉いっぱいあるから怪しくないかな。まあでもこいつはもう信じるって決めちゃったからな、信じよう。君も聞いていたと思うが、母上は刹那の歌のことを教えてくれなかった。うん、もう母上には頼らない。僕が刹那の歌を歌って彼女を救ってみせる。男でもいいんだ。そのために何としても刹那の歌のありかを見つけ出さなければ。一つお聞きしたいのですが、刹那の歌のことを知っている者は女王様しかおられないのでしょうか？もしかしたらここの調査員の方たちも何かご存知なのではないかと。またよまたよ。そうか、彼らにも聞いてみるべきだ。だったら王子知ってるでしょ。エリーゴ調査員、ちょっと来てくれ。お、すげえメガネかけてる。
こいつは知ってるわ。ご用でありますか、王子殿。小生は今資料の整理に余念がないのでありますが。だってもう第一印象小生だもんな。君は調査員の中でも古株だ。誰よりも多くのことを知っている。について君が知っていることはないか。小生は存じません。お役に立てず申し訳ないであります。もし母上に口止めされているのなら、そんなことは気にしないでいい。知っていることを教えてくれ。まあ、知ってそうだったもんな。小生は何も存じません。言えないんだ。かけないと誓う。だから教えてくれないか。なかなか折れないな、王子も。了解であります。言うんかい。北東の地ブーナー熱帯雨林の南にシーカの遺跡という遺跡があるのであります。王家の方は王位を継ぐとそこへ向かい、歌を継承なさると聞いたであります。おそらくは刹那の歌もそこに。よくぞ教えてくれた、エリーゴ調査員。ブーナー熱帯雨林、シーカの遺跡だな。行くつもりでありますか。シーカの遺跡。ブーナー熱帯雨林は魔物の徘徊する危険な土地なのであります。いや、魔物の徘徊する危険な土地じゃないとこはないのよ、この世界に。全部魔物徘徊してるから。そうか、そういうことか。キャスランの占いに君の協力が必要と出たのはこのためか。君の望みはこの国のキーエンブレムだろう。ならばそれを君に送ることを約束する。だから改めて出ました。僕たちと共にブーナー熱帯雨林へ足を運び、魔物から守ってくれないか。とりあえず俺ノーと言える日本人だから、一旦ノーって言おうかな。君の力が必要なんだ、僕たちと共に。いや、そこまで言われたら俺も、そこまでしっかりはっきりお願いされたら俺もノーとは言えないわ。やっぱいい人だから。オーディスがパーティーに加わった。こいつは戦力になりそうだぞ。すぐに出発しよう。ブーナー熱帯雨林はこの城の北東、かなり歩いたところにあったはずだ。北東か。オッケー、北東ね。じゃあルーラーで行けるかな。さっきのところからルーラーでパッて近くにないかな。行ってみるか。これまあ外じゃない。頭ぶつけるかな。さっきのところから地下迷宮前から北東だから、さっきだって北から行ったからマップに出ててもおかしくないと思うんだよな。セーブ全然してない。ほら来た、マップに出てる。間違った。よし、じゃあまあ進んでってみようか。うん、まあ、こうやってね、敵もね全然戦わずに行くんで俺。こっちか。拾えないかな。あ、シルクソは持ってんだ。持ってるやつは拾える。種類がってことだもんね。こいつ緑で見づれーなー、当たっちゃいそう。戦いやって話なんだけど、たまには戦いやって話なんだけど。ほら、魔物だらけじゃないか、どっちにしろ。でもこういう大花林、大山林、あれ、ここで何クエストあるな。ここのクエストなんだろう。なんか当たった。手招きリング、はい、で倒して、ついにクエストの方もやっちゃいました。で、そのまま進んでいこう。このまま、これいけるかな。あー、あるある。ルーラストーンはね、つけといて損はないからね。つけとかないと。結構いくね。奥だね。
下手したらカットしてるかな。まあ全然戦ってもないしね。まあ戦ったとこカットしてると思うけど。は？熱帯雨林に着いた。はあ。なんだここ。密林の野営地もあるね。密林の野営地とりあえず行こうかな。うん。密林の野営地とりあえず行きま、あぶね。密林の野営地行きます。さあ、密林の野営地着きましたね。入ってこう。よし、ルーラーで覚えたらもういいな。用はないな。なんか、樽あるじゃねえかよ。ほら、小さなメダル。出せ出せ。なんかさ、レシピ売ったりとかしたりする人もいるんだけど、売ってないな。なん、あ、こいつが売ってんのかな。あ、こいつかな。バザーか。妖精杖の作り方。まあ、こういうの買っとくか。レシピでしょ。レシピはしっかり覚えておきたい。なるべくね。グラコスの日記。不思議な家事のレシピ書。何これ。グラコスの日記を読んだ。グラコス、あ、グラコスの槍か。あ、まあ、あとはいいや。じゃあ、多分こいつは色のやつだと思うから、うん、美容師っぽいね。じゃあ行きましょうか。おお、なんだっけこいつ、こいつなんつったっけ、ギガンテス、ギガンテスだ。あ、すぐ来れた。ギガンテス強いよね。会心出たりするもんね。危ない、あいつ危ない。よくやってくれた。ごめんなさい。君が魔物を蹴散らしてくれたおかげで僕たちは安全に来ることができた。もうそんな戦ってないけどな。あ、やべ、回復してね。ボスじゃないように、ボスじゃないように。ここがエリーゴ調査員の言っていたシーカの遺跡なのだろうか。あ、その石板が歌ってこと。あれはなんだ。かなり古い石碑のようだ。何か文字が書かれているな。読めるの。これは、この石碑にはベリナード王家に伝わる歌のことが書かれている。ここがシーカの遺跡と見て間違いないな。てか男の人歌えるの。だがこの石碑には肝心の刹那の歌の内容が書かれていない。どうする、どうすんだ。占ってもらうか。順に調べていこう。魔物の危険は変わらない。みんなはぐれないようにな。いやいやいや、占ってもらおう。せっかく占い最強いるんだから、ここにどこにあるんでしょうかで占ってもらえばいいんじゃないの。なんで肝心なとこに占ってくんない。あー、やっぱ持ってなかった。いや、ちゃんと書いてあるわ、わかりやすく。ここですよって。何こいつ、敵が多いな本当に。こっちか、こっちか、こな、どうやって、あ、こうか。あ、これ調べれんの。我らを治める王家の者よ、歌を覚え、歌を歌い、歌を信じよ、さすれば恵みが与えられん。あ、そういう、そういうのことを書かれるってことね。釣りをする。こんなところで釣り してたら行かれてるでしょ。見つけたらびっくりするわ。あ、やばい、回復忘れてた。いやー、もうなんなの俺、バカなの。まあでも、あの石碑はもしやあれがそうなのか。絶対ボスいるよね。うわー、もう今チャンスだったのに。思ったよりでかいんだね石碑。この石碑には刹那の歌の内容が書かれている。これで僕は刹那の歌を覚えられるぞ。え、歌詞が重要なの、メロディーはいいの。歌詞を覚えればいいだけなのかな。何が起こった。まあまあそうですよね。我が名はシーカの守り手、歌を見守り歌を育む者なり、王家に伝わりしシーカを求める者は
その力を我に示さねばならぬ。え、じゃあ過去みんな示してきたってこと？こんな万人がいるとは。いけいけ。ここが正念場だ。共に戦う勝利を得よう。キャスラ、下がっててくれ。いいの、共に戦うで。お。カニカニ。相手をするのはお主らか。ならばその力存分に示すがよい。いやー、カニって何ガニが一番好き？俺ね、やっぱどうしても毛ガニが好きなんだよね。カニ、まあカニの身自体も毛ガニがやっぱちょっと好きだけど甘くて。歌を見守り育む。やっぱタラバとかだとちょっと身がなんかパサついてるっていうか。もう、うん。っていうのと、やっぱなんせカニ味噌が俺好きだから、うん、毛ガニのカニ味噌がやっぱ一番うまいなって思うんだよね。カニ見てたらカニ食いたくなってきたな。強いかな。まあだけど、あ、強い、あ、カニだから硬いのかな、2とか。まあだけど多分余裕で勝てると思うんだよな。これ勝てなかったらちょっとへこむんだけど。いや大丈夫でしょ、もう攻撃が当たらんもん。オーディス弱い。あ、でもオーディスレベル37だ。さっきまで33とかだったけど、ってことは若干強いのかな。さっきまで33とか、うん、だったよね、新しく帰ってきたやつ。それ考えたら、さてじゃあカットしていきますか。まあカットするまでもなく倒せそうな気もしないでもないんだけど、うん、今一瞬ちょっと空間を作ることによってカットポイント作りましたから。長かったらさっきのところでカットしてるし、短かったらまあ多分喋ってるこれを流すかな。カニ、そう、なんかよく俺北海道だから、北海道の人ってカニよく食べるんでしょって言われるけど、まあカニなんて食べないよ北海道でも、イベントない限り。なんか北海道安いでしょって言われるけど、まあ確かに、まあ他の地域と比べれば安いのかもしれないが、もともとがやっぱ安くないからそんなに食わないよね。うん、だからほんと正月とかそれぐらいかな。もう全然自分戦ってないけど、みんな頑張れにして、初めからずっと頑張ってもらってるけど、まあみんな頑張れで倒せなかったら、まあ俺がやってあげるよっていう感じだよね。一通りの攻撃を見て、あ、そういういい効果をかき消すとかもあるんだこいつ。それなりにやっぱ強いかもな。なんかこれ1だったりするの何なの、なんか防御してる。眉が弱いのか。でも眉ももうなんだかんだレベル53、ヒューザと一緒になってんだよな。165与えてるし、やっぱフーラが一番強い。うわ、ぶね、強くなってきた。え、待って待って待って、嘘でしょ、俺こいつにも負けるのか。まあまあ一回負けたところでへこたれないよ、もう一回やるけどさ。いやー、にしてもさ、強さにムラがありすぎない、ボスの。だってオーディスが37なんだから、だから37ぐらいで倒せてないとおかしいレベルだと思うのよ。それ考えたらこっちも53レベルなわけじゃん、平均、平均っていうか最低でも。まあ T っていう弱小なやつもうちのメンバーにはいるけど、そいつは出してないから。それ考えたらさ、
結構余裕で倒せてもいいと思うんだよな。よし倒した。まあまあでもあれから3分5分ぐらいかな、そんな長くはないけど、まあか見せるほどの短さでもないな。うん、よしいいぞ、なんとか倒せたな。最強に近づいたな。近づいたな俺も最強に近づいたなラガースもレベル上がったね。ベホマーラー強いんじゃない。まあだけどハッスルダンスとかあるからな。でもベホマーラーの方が若干回復量多いか。王家の血を引きし者よ、そしてその志を受けた勇気ある者よ、その力を認めよう。あ、男でもいいんだ。そして何お前ウインクしてんの、片目つぶって。願わくばお主が真にシーカを継ぎし者となることを我は望む。男なれないっていうのは知らないのかな。別になれないわけじゃないのかな、こっち側で勝手に決めたルールなだけであって。さすがだな、君がいてくれて本当に助かった。そうだな、お前弱かったもんな。あ、見てるよ。シーカの守り手よ、僕はベリナードの王子として真にシーカを継ぐものになると約束しよう。よし、覚えた。これが刹那の歌か。歌が、歌が頭の中に流れ込んでくる。あ、そういうもんなの。覚えた。いいな、歌をそうやって一回で覚えた。これで僕は彼女を救える。彼女の元へ急ごう。俺ねめちゃめちゃ音痴だから歌うまい人めっちゃ永遠の地下迷宮まで一緒に来てくれ。羨ましいわ、歌うまい人かっこいいなって本当に純粋に思うなんで最後カニに向かっていくのよ。あ、帰ってくんだ。また同じことやるんだ。大変だね君も。いいね、カニをちゃんと。カニいる？いる。話せる？何も反応がない。シーカーの守り手は動かないようだ。 T はシーカーの守り手の背にある石碑の文字を読んだ。シーカーを求める者よ、何時に王家の血あらばシーカーの響きがこだまするだろう。響きの恵みの響きが豊かな命を育む。永遠の響きが流れる時までも凍らせる。刹那の響きが眠った時を揺り起こす。三遍のシーカーを心に刻め。そう、我らはウェディの魂なり。これが歌ってことか今のが。じゃあ戻っちゃっていいのかな。戻っちゃってさっきのとこ行けばいいってこと。いや一旦回復してえな、一旦寝てくか。そこで寝てくか。危ない危ない。これでも落ちてきたからぐるって回らんといけんかな。あ、いけるいけるいける。宿屋ないのかここ。嘘だろ。え、あった、びっくりした。あ、いっぱいいるいっぱいいるいっぱいいる。よし、一旦セーブもしとくかな。次強かったらやだしな。よし、セーブしたぞ。じゃあ行こう。地下迷宮前だな。地下迷宮来いって言ってたよね。地下迷宮行って開けて歌を歌ってどうなるかだな。どうなるんだろう。でもあいつを助けて、いやベホイミスライム条約書いらねえ見えづらいのよな。こうやってちゃんと見てかないと
敵がいたりする。よし、近くていいねここいちいち扉には鍵がかかってる、見せなくていいよ開けといて。助けることができる。これもすべて君のおかげだな。はい、キーエンブレムお願いしますよ。さあ歌って。ここはもう鍵をかける必要はない。さあ行こうか。キャスラに全然話しかけてくれないじゃんこいつ。待たせたな。今すぐ刹那の歌でそこから出してあげよう。ああ、よどんだ時よ、移ろいたまえ。これが歌？凍りし時よ、溶け合いたまえ。時は流れ、移ろいゆくもの。誰にも止めることなどできはしない。歌なのこれ？聞き届けたまえ。ああ、我が祈り、叶えたまえ。さあ、永遠の水よ、消えてなくなれ。歌っぽさ全然なかったけど、消えるこれで。なぜだ、なぜ何も起こらない。まあ、歌じゃなかったからじゃないの。まあ、歌といえば歌なのか。王家のものというだけではダメなのかもしれませんわね。やっぱ女の子じゃなきゃダメなんじゃない。つまりこの国の王になれない男のあんたじゃダメってことだよ。あれキャスラン、キャラ変した。どういうことだキャスラン。ああバカバカしい。女王相手は無理っぽかったからあんたに目をつけたのにさ。あら、あれ一体何を言っている。まさか。よくお聞き。この永遠の水の中にはバサフランデ様という、それはそれはお強い魔物が封じられているのさ。まんまとじゃん。私はその封印を解いて差し上げ、バサグランデ様と力を合わせてこの世界を支配してやろうとしてたのさ。何？バカな、バカな。僕を騙していたのか。そういうこと私はただ知っていることをさも占っているように見せかけてあんたに伝えていただけ。まあそうだよね、当たりすぎだし、肝心なとこ占ってくれないし。ボンクラ王子のせいでとんだ無駄骨になっちまったよ。もう言っちゃっていいのそれ。ほら責任を取りな。責任？え？え？代わりに王子が？あーで、お母さんが王子を助けるなら歌わなきゃいけない。いいざまだよ。それで両方出てきてしまうことになってしまう。そういうことか。王子が永遠の水にとらわれれば、あの冷徹な女王だって刹那の歌を歌わないわけにはいかないだろうね。キャスラン頭がいいね。っていうかこれ二人いけたんだ。主人公今だ、キャスラン落とせ。そして永遠の水の封印は解かれ、バサグランデ様と私の時代が来るんだわなんでバサグランデ様に認められるって思ってんだろう。まあまあまあ、でも復活助けたら。この王子一人じゃ頼りにならないから手伝いも入れろと適当に占っといたけど、あんたは思ったより役に立ったわね。最後の仕事をしてもらうわ。ほらさっさと女王を呼んでくんのよキャスラン嫌い。私と戦うってんならやめときなよ。そりゃもう強いんだから私は。あ？犬に弱いの。弱点犬なの。あ、犬は正体知ってたってこと？そういうことじゃないのかな。落ちるんかい。いやキャスラ憎めないんだよな。まあこうなったら俺が呼びに行くしかないわな。あ、来た。どうすんだ。よもやこんなことになっているとは。これどうすんだろう。
そなたはオーディスのところに出入りしていた旅の者だな。一体何があったというのだ。実はつってこの女占い師が王子を騙して刹那の歌を歌わせたと。愚かな、わらわの言うことを聞かぬからこうなる。怒られてる。すぐに王子を助けなくては。しかし刹那の歌は禁断の歌。うん、歌っちゃったらね。私はベリナードの女王としてそれを歌うわけには参りません。何を迷う、ディオーレ。メルーコ、メルーコ。息子一人助けられずして何が女王か。あなた、メルーコがついに。これまで心を凍らせオーディスに辛く当たってきたのは何のためだ。古き習わしを破りオーディスを次の王にするとお前は誓ったのだろう。あなたの言う通りです。オーディスを助けるためわらわは刹那の歌を歌いましょう。じゃあ歌っちまうのか。やっぱ歌、これが歌よ王子。さっきの語り部見たくなってたもん。我が祈り聞きときと聞いたちゃちゃちゃばい。あーでも復活するんでしょう。え、いきなりボスかな。嘘、いきなりボスじゃないよね。え、ボスかな。あ、そん中にいるの。あ、さっきの女の人ではないんだ。別なんだ。母上が刹那の歌を僕のために歌ってくれるなんて。感動した。君、大丈夫か。こいつは何年前からこういうことになってんだろうね。なんということ。このままではこの地が滅びる。この地が滅びる。魔性？また魔性？永遠の水の奥にはかつて暴君と呼ばれこの地を滅ぼさんとした魔物バサグランデが封じられている。この娘はバサグランデを封じるために選ばれた封印の巫女なのだ。それがこの地を禁断の地とした理由だ。まさかそんなことが。キャスランの言ったことは本当なのか。二人ともその話は後だ。今はバサグランデを何とかしなければ。バサグランデが強そうだな。わらわが責任を取る。その娘に代わって封印の巫女となり今一度バサグランデを封じるのだ。おお、やるときはやる女、女王。私の名はセイリア。あなたが今の女王なのですね。封印の巫女として永遠の水にとらわれる覚悟は終わりなのですか。ベリナード女王の誇りにかけて長きにわたりこの地を守り続けたあなたの犠牲を無駄にせぬと誓おう。わらわはベリナード城へ戻る。急ぎ封印の儀式の用意をしなくては。儀式の用意。私はバサグランデのところへ行きます。封印の巫女の役目は終わっていません。
せっかく助けたのに冷たいな。あなたの力を貸してください。僕のせいだ。そうだ、僕のせいで母上が呼ばれたんすか。俺なんとかしなくては。お前も行くんかい。まあ行くわな。ちょっと長くなりそうなんで、ちょっと一旦戻ってセーブしようかな。うん、今日のとこはこれぐらいにしましょう。はい、バサグランデか。もうボスの前はやっぱちょっとセーブしとかないと危ないからね。ベリナード城下町行くか。そうか、俺あの女の子がなんか悪者に変身すると思ったけど、あの女の子は女の子だったんだね。うん、で奥にいたんだ。そういうことか。なるほどなるほど。うん、はい、ということで、じゃあ、うん、この景色を見ながら今日のところ終わりにしましょう。また次回よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。